可愛すぎるんだけど。マメタン、ふわふわと同化してます。やっほー、エミネです。はい、コメント欄で今度なんかお餅とお豆の密着動画撮ってくださいっていうコメントになんかめちゃくちゃいいねついてて、まあママ的にはそんなね、思い出の顔させていただくとかさ、マジありがたいじゃん。だからさ、100本でも200本でも撮って出したいんだけど、自分用にはさ、めちゃくちゃショート動画みたいなのめっちゃ撮ってさ、私とタケとキリと私のお父さんにだけ送って満足したりしてんので、まあみんなにもね、おもちゃとお豆を共有できる、まあ、密着動画今度撮ってみるわ。まあ、今日の企画があるんですけど、普通にちょっと喋りたいことあるんで、数分だけ冒頭で喋っていいですか？いろいろ喋りたいことがあって、うん、なんでちょっとエミネーの雑談興味ないよ、早く本編行きたいよって方は、まあ数分後からピッてスタートしてください。はい、ちょっと冒頭喋らせてほしいんですけど、犬の10回ってあるやんか。で、あの音源をなんか TikTok で見つけてて、それをね使って、お餅と豆のやつをね作りたいなと思って作ったのね。まあ私とタケすごいさ、おもちゃんと豆のことさ、もう超溺愛してるんだけど、タケにさらにお餅と豆を携帯触る暇があったら撫でてみたいな感じで本当もうそんなね、携帯よりもおもちゃんとお豆のことをもちろん遊んでくれてるんだけど、さらに1秒1秒がどんだけ尊いかっていうのを再認識しようぜっていうことで、犬の10回のね動画をね本気で作ったんですよ。それがめちゃくちゃ泣ける動画を私が作ってしまったね。ここ座ってっつって、でソファに座らせて、でおもちゃんとお豆を膝の上に乗せて、おもちゃんとお豆を撫でながら、ちょっと見てくれと私が作ったやつをタケに見せたの。そしたらタケ声出しながら大号泣してて私も号泣しながら作ってたんだけど、で改めてその動画を見て、おもちゃんとお豆と一緒に入れる時間をたった十数年しかないわけだから、全部おもちゃんとお豆を優先して改めてやっていこうねって、まあ今までもそうはしてたんだけどね、当たり前じゃないんだぞこの時間っていう。しかもね、健康でちゃんと寿命を全うしてくれたらいいんだけど、何があるかやっぱ分かんないから。まあちゃんかわいい、かわいいよね、かわいすぎる、にゃーにゃっちゃま、かわいすぎる、やばいマジで。私アニメ大好きなんですよ。もともと少女漫画とかアニメとか大好きなんだけど、結構、まあ、ジャンプ系のアニメとかも好きだし、少女漫画とかも好きなんだけど、あのさ、私さ今ベルサイユのバラをもう一回見よって、あの小学校の夏休みの時に全話見てて、なんか漫画とかも読みよったらしいんやけど、私その漫画読みよった記憶はあんま覚えてなくて、幼なじみが「エミちゃんいつも漫画持ち歩きよった」って言ってベルサイユの漫画持ち歩きを小学生くせつくねと思って。来年なんか映画化あるやん。でさ、そういえばベルサイユのバラ内容忘れちゃうなと思って、でもう一回1から見たいなと思って、今1から見返してんのね。私の好きな刺さる部分がやっぱここから来てんだみたいな部分があって、あのね、私ね、かっこいい女性大好きなのよ。昔からそうなんだけど、かっこいい男性ももちろんね、イケメン好きなんだけど、違うんだよね。なんかね、かっこいい女性昔から好きなんだよてか昭和平成時代のアニメとか漫画の特有の切なさとか儚さとか、もうオープニングから曲調いいし、忘れてたものをね思い出した今ね、ベルバラ見て。なんか昔からさ、キザな王子様系が大好きなの。やっぱオスオスした人が得意じゃなくて、やっぱ中性的な王子様みたいな人が大好きなんだけどね、オスカルがもう多分ね、私普通に女性とお付き合いしてたこともあるし、どっちもいけるんだよね。女性も男性もいけるし、20代前半の頃結構女性からも何回かこう告白していただいたりとかあって、やっぱね、かっこいい人はかっこいい何の話って感じなんやけど、もう私絶対宝塚ハマるから見にあえて行ってなかったんですよ。けど東京であるらしいから、今度宝塚行ってみようかな、ついに。あーでも抜けれなくなっちゃいそうだから怖い自分もいるっていう、前半からめっちゃ長くなった、ごめんなさい、ごめんねということで、今日はですね、何の動画かというと、久しぶりにエミネの美容質問相談コーナー、イエーイ。結構ね、最近ね、恋愛系の動画
よりもね、美容系の動画の方がね、再生数がいい。私はその時その時にちゃんと求められてるものを全うする、それだけなので。私ね、私もともとやっぱ美容大好きなので、自分の好きなものと今求められているものとで、全然恋愛系だったりマインド系は私の得意分野なので、ね、全部強っ、え、全部できるじゃん、最強だ今。マリオのあのスター状態、ちなみに今日のチークめっちゃ可愛くない？今日ね、いろいろねブレンディングをしてはいるんですけど、2種類使ってて、ディオールの新作のチークのあのコーラルっぽいカラーの方を下に敷いて、ハイライトのやつも乗っけてて、その上にこのねアミューズのヘルシーバーム、リップ&チークヘルシーバームの01番ホクソンガーパーム、モモパームのここの濃いカラーをチョン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 って塗ってて、これさ夜までさ色残るのにさ、ツヤのバーム仕込まなくてもこのチークだけでめっちゃツヤツヤになるから、めっちゃ可愛い。これねリップに使わなくて私はチークで使うんだけど、めっちゃ可愛い。シミやニキビ跡直すにはレーザーとかしかないの？少しでも薄くなるスキンケアあれば教えて。本当にもう濃い沈着しちゃってるものはレーザーとかで取っちゃった方がやっぱ一発で取れると思います。で、私はレーザーで取ったことないんですよ。ピコトーニングをせっせいせっせいとやってたんだけど、正直なんかね、私あんま効果なかったんだよね。今ガヌアのダークスポットセラムと、あとポーラの美容液を2個使いしてるんだけど、あれを使い始めてずっと気になってたカンパンとか、この辺のね目立ってたそばかす、くすみ感とか、ここにねシミが大きいのがあったんやけど、その大きいシミはかなり薄くなったのね。だからどっちが大きく効いてるかわかんないんだけど、多分ねポーラなのかな。でもダークスポットセラムもトラネキサンさん入ってたりで、結構私あの2個使いし始めてここら辺のくすみが明るくなりました。なので本当にもう大きいシミとかは取っちゃった方がいいかもしれないです。今の夏の時期ってやっぱ蓄積をすると思うのね、毎日毎日太陽浴びて、でそういうのをトーニング行ったりとかしてちゃんとケアをするっていうのは大事なんだけど、私はトーニング行くよりもやっぱ自宅のスキンケアでケアすることが一番大事かなって思います。スキンケアこだわるよりもトーニングとかめちゃくちゃ行ってた時期の方が今の状態よりもそんなに綺麗じゃない、なんかくすんでたし。でも今は本当全然通ってないし、スキンケアを頑張ってるから、なのでまあダークスポットセラムとポーラの美容液は私的にシミ効いたっていうか使用中なので、まあなんとなくちょっと薄くなってきたかなって思っているので、ぜひ参考にしてみてください。ファンデの毛穴落ちしない方法。ファンデの塗り方には私すごくこだわりがあるんだけど、ファンデは結構厚塗りをすると毛穴落ちする印象なのね。あとは結構何回か薄くを叩き込むようにして薄く塗っていくんだけど、一発で濃くパン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 って塗っちゃうと気づいたら毛穴落ちしてる印象ですね。で、私は資生堂の美容液ファンデを使ってるんだけど、まず商用のファンデ塗る前に保湿、スキンケアの段階で保湿をしっかりします。でそれこそ毛穴落ちしやすい場所は夏とか特に部分用のさパックを冷蔵庫で冷やして引き締めたい部分にメイク前にのせて、で毛穴引き締めて、でしっかりと保湿して、でメイクをする。夏やからなんかベタベタしすぎるのもダメだけど、しっかりとやっぱ保湿をした状態でメイクしないと、保湿された水分とベースが合わさっていい感じに肌の上に乗っかってくれるので、乾燥したベースメイクが肌の上になんかこう乗っかってるとやっぱなんか毛穴が目立ってくる感じがするのね。ハイライトとかそんなに必要ないですって、もはやねそれくらいのベースメイクを作るくらいの感じの方が毛穴落ちしにくいかな。あとこの時期特に毛穴がやっぱり開いちゃってる状態だから、ハイライトとかを塗りすぎるとやっぱ毛穴が目立っちゃうの。なので本当もう素の肌の時点で綺麗にしておいた方がいいと思います。あとは私がいつも使ってるさ、ロージーローザのさマルチパフあるじゃん、なんか水分染み込まないですみたいな、ああいうのでとにかくもう浮きを抑える。毛穴のこう凹凸感とかをこうとにかく抑える、ちゃんと
抑えるだけで結構毛穴の目立ち軽減されるんで、あとはパウダーをあえて塗らない、ルースパウダーとか塗っちゃうと逆に、ルースならまだいいんだけど、なんかもうちょっと重たいやつとか塗ると逆に毛穴落ちしてんなって思ったりするから、保湿、ファンデ薄塗り、パフでしっかりとベースを抑える、あとはルースパウダーでふわっと仕上げる。とにかく夏は厚塗り NG です。小鼻の黒ずみが全然消えません。みねどうしたらいい？私も小鼻の黒ずみには悩んでます。実際めっちゃ悩んでるし、全然私も小鼻の黒ずみあるんだけど、何系の黒ずみなのかにもよる気がする。私ね、多分ねメラニンの小鼻の黒ずみなのかなって思う。結構ね、いろいろやってもやっぱり完全にはなくならないんだよね。だからここに関してはもうちょっと研究していこうって感じ。例えば韓国行ったりして、ちょっといろんなクリニックとかのブラックヘッドのなんか施術とか受けてみたりとかしてみようかなって感じなんだけど、一旦あのトミーにおすすめされたソフィーナ IP のなんか黒ずみ用のあれはね使ってます。とりあえずあれは小鼻の黒ずみっていうかね、角栓が取れる。角栓がやっぱ蓄積していくと黒ずみになっていくし、黒ずみまではまだいいんだけど、毛穴が開いてくるとやっぱ化粧してもどうにもならなくなるんだよね。私はケアをしてるから鼻の黒ずみはやっぱあるけど、毛穴まではまだ開いてないのね。だから毛穴の開きを本当に阻止するためにこれ以上角栓は絶対溜めないように使ってるんだけど、あれ本当に角栓はめちゃくちゃスッキリするから、今の時期本当2日に1回3日に1回とか、結構洗浄力強いから、洗顔した後とかに追い洗顔でとか、洗顔に鼻だけ塗らずにあれだけ追加して、あれを鼻につけてこうくる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 って1分間くらいくるくるくるってして洗い流すだけでツルッツルになる。まあツルッツルになるけど、実際めちゃくちゃ黒ずみがなくなるわけではない。だから黒ずみがなくなるんだと思って買わなくていい方がいいかな。角栓をためないためにあれはおすすめですね。パックって毎日する派とたまにする派で分かれてるけど、結局どっちがいいのかな。まあ結構パックはするんだよね。朝も夜もするんだけど、これに関しては洗顔もそうなんだけど、肌への摩擦って一番やっぱ脳なのね。紫外線が一番かな。でその次摩擦、まあ、一緒くらいってくらい、やっぱ肌の摩擦はシミ、そばかす、乾斑につながるし、たるみ、シワ、本当にもう老ける原因でしかない。逆に泡で顔を洗う人はたるまないし、小じわにもならないし、擦れが原因の乾斑とかもできないから、ってなると結構刺激を感じやすいなって思うパックがあって、とか生理前とか肌が刺激を感じやすいなみたいな日のパックって私的に怖いのね。でも肌にのせて大丈夫なチュルチュル系な刺激のないパックだったら使えるんだけど、なんかちょっとガーゼっぽいとかさ、ザラザラしてるパックは私はね使えないんだよね。だからちょっと肌の刺激っていう点で毎日のパックはうんって思って、毎日はね正直私は使ってないです。まあ、とりあえずちゃんとパックじゃない、ちゃんと美容液とかで保湿をすれば大丈夫だけどね。だから別に毎日する派はパックの質大丈夫って感じ。まつげが伸びなくてパーマかけても映えません。ミネ一番おすすめの美容液ありますか？私はラッシュアディクトが一番伸びましたけど、ラッシュアディクトはちゃんとサロンで売ってるものを買わないと、サロン以外のものは偽物なので、ちゃんとサロンで買ってください。仕事で常にマスクつけとかないといけなくて、この暑さで蒸れてニキビがめっちゃできて全然治らん。私ニキビはそのできにくい多分肌質だから、ニキビあんま詳しくないんだけど、トミーはニキビが結構ちょいちょいできるらしいので、トミー曰く最近、もう何しても効かなかったニキビが唯一効いたニキビのなんか美容液があるらしくって。もしもーし、もしね、今さ美容のさ質問相談の動画撮ってて、あーはいはいはい、トミーがさこの間言ってたニキビが治った美容液、あれ何やったか教えてほしくって。ロート製薬から出てる、はいはい、 AZA セラムってやつでAZA セラム、はいはいはい、これ聞いた？聞きまくり、聞きまくり相談の方は、その仕事で常にマスクつけとかないといけなくて、この暑さで蒸れてニキビがめっちゃできて全然治らんらしくって。あ、そうなんだ。だからニキビ私、ね、あんま詳しくないから、トミーが言ってたやつをおすすめしようかなと思って。
今日もの朝も使ったわ。おお、え、あの先生、うん、あのニキビにはアゼラニン酸なんですか？まあ、アゼラニン酸もいい、はい、し他にも何だろう、それこそシカとか、うん、ビタミン C とかも一応効果はあるっちゃあるのね。毛穴に対してのレチノールもそうか、言っちゃえば。うんうんうん、僕はなんか結局いろいろ試した結果、うん、今使ってるやつ、うん、AZA セラム、うん、は一番いい。おー、まあ、前使ったコスデバハンのアゼラインさんも良かったけど、うん、まあ、同じような感じよね。なるほどね。それで治んなかったから試してこれで効いたって感じなの？あ、そうそうそう、結構いろいろ試したけど。おお、じゃあたどり着いたのがこれってこと？たどり着いた。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに最近トミーなんかおすすめありますか？確かに何があるかな。でも一番本当驚いたのはその今言ったやつ。おお、だってさ、会って速攻言ってきたもんね。そう、これだわと思って。結構他にもさ、うん、ナンバーズインから出てる新しくパントテンさんっていう一番の、うん、ラインが出て、うん、でそれはそのニキビに対しての効く成分、うん、だったりとか、うーん、と他にもよくその Q10 のさランキングで入っている、うん、マジックティーツリーオイルって言って、綿棒とかで、うん、ニキビだけにスポットで当てるような美容液とかあったりとかして、うん、知らんかった。あ、そうそう、なんかね、いろいろ試したんだよね。うんうんうん、これあれかな、あのニキビだけじゃなくて毛穴とかにも効くのかな？毛穴、そうだね、赤みとか。あー、アゼラインさん自体がこう赤さとか毛穴とかそっち系も効くもんね、うんうんうん、そうだね、皮膚とか毛穴とか気になってる。あー、うん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 、僕もね、今使ってるけど、うん、やっぱね、使ってしばらくはめっちゃ痒くなるのよ。あ、痒いんだ。うんうん、うわーってなるんだけど、うんうん、人によってはピリピリしたりとかする人も多分いると思う、めちゃくちゃ。あ、そうなんだ。でもそれはそういう成分の特性的な、うん、そう、なんかね、使ってるとだんだんあのね、慣れてきて大丈夫になってきたりとか、何時間も続いちゃう人は、うん、多分病院行ってくださいみたいな、うん、説明書とかも書いてあるんだけど、うんうん、僕はそんななんかずっと続くわけではないけど、使った直後はやっぱなんかちょっと痒みが出るから。あ、そうなんだ。お酢みつつ使ってるんだけど。あー、うんうんうん、って感じで、トミーさんのおすすめはメロート製薬の AZA セラムです。みんなにとっていいとは言いにくい商品だから、うんうんうん、みんな使ってねとは言えないけど、まあ、本当に悩んでる人とかがいたら使ってみてもいいかもねっていう。うん、そうね、そうね、まあ一個の案として頭に入れてみてはどうですかっていう感じで、はい、じゃあまた後で、うん、はい、バイバーイ。えみね、たるみ張りケア何してる？あらさ、たるみ張りが気になってきて何から始めようかと。いや、わかる。ほんと、もうなんかね、油断したら顔がね、くすむし、ちっちゃい小じわがってなったりするから、よく食べてよく寝ることですね。睡眠がほんととにかく大事やな。若い頃とかは、寝なくても肌のね、トーンは変わらないし、血色感も変わらんかったんやけど、寝なかったらマジでしょぼしょぼになる顔が。私は常に8時間9時間くらいは寝るようにしてます。マジでめっちゃ寝る。よくこれを言うと思うけど、炭水化物めっちゃ食べます。めっちゃとか言ったらあれやけど、その体型維持はしつつ、去年の私は結構お仕事があったからとか、あと結婚式もあったからかなり痩せないといけなかったの。ただある程度このほっぺにない丸みがあった方が若く見える。だからこのほっぺの丸みは油とかで取るカロリーとかじゃつかなくて、いい炭水化物とかを取ってついてくるね。だからお米とかはしっかり食べますね。食べる方は体型を維持できるレベルで炭水化物はちゃんと取るようにして、あとはオファジのギフトシリーズかな、 X なんとかシリーズの、あのシリーズがね、アラサーの味方すぎるのよ。あのシリーズがめっちゃ張りが出るの。私キリにもおすすめしたんだけど、あれの美容液がこれくらいサイズなんだけど、めちゃくちゃプリプリになるのね、お肌が。油脂で保湿する系っていうよりは、なんかこうプリプリって感じになる張りが出るものを使ってみてください。あとやっぱハリ感出すにはレチノール。今までね、 A 反応が出てたから使えなかったんだけど、ナイシンアミドと組み合わせで使うようになって A 反応出なくなったのね。だから最近はレチノールを使ってるんですけど、レチノール入りのアイクリームとか、たるんだりくすんだりシワになりそうな部分とか、あ
とほっぺとかこういう部分ね、ハリ感欲しい部分にレチノールをしっかり使ってるんですよ。あのね、ハリ出ましたね、めちゃくちゃ。毛穴も引き締まったし、いいことしかなかった。だけどちゃんとナイアシアミドが入ってるものと組み合わせて使ってるのでパーンって貼る感じだから、私的にいっぱい寝るオバジの美容液レチノール、これやな。24歳女です。肌のくすみにおすすめのスキンケアありますか？ありがとうございます。肌のくすみには私はね、圧倒的にクレンジングと洗顔を見直してみてほしいんですよ。その日の汚れはちゃんとその日のうちに落とし続けないと、どこかでピーリング頼りにするのは違う。ピーリングはピーリングで肌をこすって肌の摩擦を作る原因になるから、なるべくやらない方がいい。だからこそ毎日の汚れはちゃんとその日に落とすべきなのっていうのをね、私常に20代前半からずっとやってるのね。だからかあんまりくすみに悩んだことはなくて、まあ肌がもともとそんな弱い方ではないんだけど、でも結構自然とやってる方なのね。結構フルメイクしてる日とか、あと今の季節汗しっかりかいて毛穴の詰まりとかも気になるよって日はオイルクレンジングしますね。でオイルクレンジングも洗浄力がめちゃくちゃ強すぎるものはあれなんだけど、カネボウのオイルクレンジングを最近は使ってます。でもね、結構ね洗浄力強いから、例えば夢見るバームだったりとか、あとパーフェクトワンのバームだったりとか、バームタイプはすごいおすすめです。でちゃんとメイク落として乳化をさせて、その時点で結構汚れが落ちてるから、洗顔はしっかりと泡が立つもので泡で洗ってください。洗顔でゴシゴシ洗うんじゃなくて、クレンジングで汚れをしっかり落として洗顔は優しく洗う感じ。最近オバジの泡洗顔、あのシューって出るやつか、カネボウのスクラブ洗顔があるんだけど、あれもしっかりと泡を立てて洗いますね。このファチーテのブライテストファーストエッセンス、ちょっと今目の前にあったからあれ出すんだけど、これも最近好き。化粧水と美容液もあのなんかくすみかなり飛ぶ気がする。私のさ化粧スキンケアポーチ、これマジ一部なのねあーでもね、くすみケアだったら結構ダークスポットも好きかな。あとはオバジのこれやっぱねちょっと高いんだけど、夜ね仕込んで寝ると朝やっぱくすみは飛んでるかも。オバジ C25 セラムネオ、これはかなり高濃度の美容液なんだけど、ビタミンはねやっぱ裏切らんよ。たくさん紫外線浴びた後って普段と違うスキンケアに変えてる？変えてます。まず帰って速攻メイク落とす。とにかく鎮静鎮静鎮静で、ドクター G のこの鎮静効果があるこのトマパッドを浴びた場所を顔の高い部分とかにめっちゃ貼りまくって鎮静します。その日はレチノールとかは使わずに、もうビタミンを補給、鎮静鎮静そしてビタミンって感じでやってますね。自己肯定感が高くて自分磨きに力が入らぬ。おお、なるほどね、そういうパターンもあるんだ。私はせっかくなんか生まれたんだから、じゃあ死ぬまでの間にどこまで変われるんだろうって、もちろん見た目も中身も自分の人生も仕事も家庭も人生ゲームみたいな、自分の人生をゲームっぽく感じてる部分あって、自分の人生どこまで行くんだろうっていう、この体一つでさどんな面白い景色を見れるんだろう、どういう人と出会えるんだろう、なんか人生ゲームじゃねって思って、自分の選んだ選択とか行動一つで、だから自分の見た目も自分がこう諦めたりしたらそこで終わりだし、だから自分のね好奇心とか面白さを求めてるからこそ自分磨きはやめる理由ないっていうか、ゲーム感覚でやってるんで、私とはちょっと考え方が違うのかな。おすすめレチ、私はレチはおすすめこれ一択ですね。レチもレチで使い始めて、私いろんなレチ試したんだけど、このレチのつるんと感が結構好きな、アイオペのレチノールなんだけど、これね多分初心者さんも使いやすいレチノールなの。ただあんまりお値段が安いわけじゃないから、プチプラではない正直。けどこれを塗った時の次の日の毛穴の引き締まり感とオーダーの張り感とか、いろいろ高いのも使ったし、もうちょっと濃度強いのも使ったし、なんだけど私のお肌のバランス的にちょうどよくて、だからこれ一番いいですね、信者ですね。トミーも使い切ってなかったかな、これ。あ、使い切ってるわ、これね。よかった、もうなくなります。私もプレハナです。おおめでとうございます。前撮り直前に美容に関して気をつけてやったことありますか？おお、いいですね。私ね、ちょうどね、あの時期めっちゃ忙しくて、ありがたいことに。だから、あんまりね、美容に関してできなかったんよ。けど、もし今やるんなら、
糸リフトやりたいな。あとね、肩ごと首ごとはやっぱいいよね。あの時はね、痩せてたからいいんだけど、打ってたか、そう打ってたけど、肩ボトックスと首ボトックスは私骨ストだけど、めちゃくちゃ肩周りと首周り華奢になったんで、めちゃめちゃおすすめです。あとね、顔とかね、体の毛は全部なくした方がいいね。ツルツルにしましょう。まあすると思うけど。あと眉毛サロン、まつ毛サロン、あとはもしなんかおでこが出たりする髪型するんなら、私はやってなかったけど、こめかみのヒアルロン酸とか、なんかそういうここら辺に丸みがあると女性らしい雰囲気が出るんだよね。おでことかこめかみが丸いと、そういうのはこう施術として一個やってみてもいいと思うけど、ヒアルロン酸はあんまおすすめはしないですね。ダイエットは死ぬほどやった方がいい。私ちょうどお仕事重なってたんでちょうど痩せてたけど、もし今年結婚式だったら痩せてなかったかも。でも本当痩せててよかったなって思ったんで、ダイエット頑張りましょう。はい、ということで最後です。やっぱりサプリとかって飲んだ方がいいんですか？私もね、最近ようやくこの2つだけ飲み始めた。効いてるか効いてないかわかんないんだけど、まあしっかりと栄養あるもの食べていっぱい寝るに越したことはないかな。それが補えないものはサプリとか取った方がいいと思うんですけど、まあ一旦私はこれ飲んでます。はい、これ美白目的、ハイチオール C+で、これは元気になりたいなと思ってビタミン取ってます。まあ、両方美白に効くって聞いたので、はい、飲んでるんですけど、夏はめっちゃ真っ黒になるんで、はい、こんな感じですかね。はい、ということで、まあちょっと長くなっちゃったと思うんですけど、美容の質問相談以上です。てかめっちゃね、美容のねことになったらめちゃくちゃみんな質問相談してくれる、ありがとうございます。ちょっとインスタの方でもね、何個か返していこうかな今から。はい、ってことでまた定期的にやります。たくさん答えられなかったので、これからもやっていこうかなと思います。はい、ってことでみんなで綺麗になろう。てか、あの内側からの自信がやっぱ大事かなって思うし、あとは自分の可能性を自分が諦めちゃダメだと思うので、もうどんな手を使ってでも自分のことを綺麗にできるのは自分しかいないっていう心でね、自分を綺麗に可愛くプロデュースしていきましょう。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。